2017年自由民主党党首選挙は、2017年に開催された、イギリスの自由民主党の党首選挙である。同年6月の会員総選挙の結果を受けて、ティム・ファロン党首が辞任したことに伴い告示された。7月20日の立候補締め切りまでに、元ビジネス・イノベーション、技能大臣のビンス・ケーブル会員議員のみが、立候補したことから、無投票で、ケーブルが選出された。 2017年の総選挙において自由民主党は前回選挙から4議席増の12議席を獲得し、下院第4党の座を維持した。2015年の総選挙で敗戦したエド・デイビーやジョー、スー・インソンが議席を奪い返したものの、元党首、ニック・クレンクが落選した。党首、ティム・ファロンはウエストモーランドロンズデール選挙区で再選したものの、前回から得票を減らし、 過半数に届かない結果となった。選挙終了から1週間後の6月14日、ファロンは、遠首の座を辞することを発表し、信頼とリーダーシップを得られない結果であると述べた。ファロンは7月20日まで党首を務めた後、無投票で決着した、党首選挙の勝者ビンスケーブルに公認を引き継いだ。この党首選挙の日程は、自由民主党規則第17条4項に基づき、 党の執行委員会が決定した。党首選挙では、即時決選投票方式が採用され、全党員に一人一票を与えられた。候補者は自由民主党の所属でなければならず、また自由民主党規則第17条5項において、国会議員であるという要件が定められていた。加えて、を受けることが求められた。この選挙の日程は次の通り。 ブックメーカーの期待を集めたジョー・スウィンソン議員は6月18日に不出馬を表明。彼女はファロン党首の辞任発表前に副党首選挙に立候補しており、今は副党首を務めることが使命であると述べた。スウィンソンは6月20日に無投票での副党首就任を決めた。これにより、エド・デービー議員やノーマン・ラム議員、そしてビンス・ケーブル議員が有力候補となった。 ケーブルは6月20日に立候補を表明した。いくつかの情報筋は、スウィンソンは、ケーブルの年齢や、他の投資候補の将来的な能力を考慮した上で、2年から3年の、うちに自身に、遠首の座を引き渡してくれることを期待し、ケーブルを支持することを選択したものと推測した。デイリー・テレグラフ氏は、スウィンソンとケーブルが、この将来像に関する取引に合意したと報じた。 両者は共に、この報道を否定したが、ケイブルは、テレグラフ氏に対して、もし仮に、私が3年後、遠首の座を誰かに譲ることを決めたとしましょう。そうしたならば、ケイブル議員はおそらく公認につくことを目指すでしょう。それは、疑いようのない事実でありますと答えた。ノーマン・ラム議員は、前回の党首選挙において、メンタルヘルス分野での活動が評価された。 彼は強い中道派とみなされ、イギリスの EU 離脱に明確な反対を示さなかった。彼はイギリスが欧州連合条約第50条を発動することについての決議に棄権したことで潜在的な親 EU 派とも評価された。ラムは党首選挙への不出馬を表明し、ガーディアンガムにて EU 離脱是非を問う国民投票に対して、 自由民主党が良好に関与できるように提言した。江戸デイビー議員は当初より数ンソ村ン支持を示していた。彼は自由民主党右派議員による提言集オレンジブックに非稿者として参加していた。デイビーは6月27日に党首選挙へ立候補しない旨を発表し、その理由として幼い子供たちの近くにいることが必要であり、家を頻繁に離れることはできないと説明した。 デイビーの不出馬発表後、ガーディアンがは、候補者の受付は来月まで続くが、ケーブルが唯一の候補として名乗りを上げており、他の自由民主党議員が浮上する可能性は皆無であると言及した。7月3日までに、ビンスケーブルを除く自由民主党議員11名のうち10名が不出馬を宣言した。意思表明をしていない残り1名は、新人議員のクリスティン・ジャーディンであった。 ケーブルは7月14日に自由民主党の全議員からの信任を受けたと発表した。ケーブルの支持者以下の調査は立候補者の締め切り前に実施されたものであり、実際には立候補しなかった候補者も含まれている。2017年7月20日午後4時に立候補者の受付が締め切られ、唯一の立候補者であったビンスケーブルが自由民主党の新党首として宣言した。 ありがとうございます。